人気ゲームドラゴンクエストシリーズの HD2D 版ドラゴンクエスト3そして伝説へ任天堂スイッチ11月14日発売の新情報が発表された。新たな職業魔物使い登場する。さらにダウンロード版の予約受付がスタートした。本作ではドット絵と 3DCG を融合させた HD2D グラフィックによるドラクエ3のリメイクで主人公の父オルテガの人柄や旅路がわかるエピソードが追加。また新たな強敵が登場するなどドラゴンクエスト3そして伝説への物語をより深く楽しむことができる。ドラゴンクエストシリーズはプレイヤーが物語の主人公となって世界を掌握しようとする魔王に立ち向かう RPG。 チュンソフトが開発、エニックスが販売する初代ドラゴンクエストが1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとなっている。また HD2D 版ドラゴンクエスト3そして伝説へ発売後、 HD2D 版ドラゴンクエスト i&2 が2025年に発売することが決まっている。